回は夏休み帰省した時の話をねしたいと思います。あれはお盆のピーク時だったかな。完全にお盆だった。だったっけ、いつ帰ったか全然覚えてないんだけどね。いや、お盆のちょっと前か。あ、そうだ、お盆のど真ん中ではないね。お盆の前の週ぐらいに帰ったんだよね、うん、そうだそうだそうだ、その時に帰ったんだ。2泊3日をペットホテルにするのか、それともはたまたペットシッターに頼むのかっていう点を悩んで、とりあえず私たちはペットシッターさんに頼もうっていう話になったんだよね、うん、でそれだけじゃやっぱりね、ペットシッターさんのいる時間外のことが気になるからって言って、何なんていうの、ペットカメラ、見守りカメラ、うん、見守りカメラをとりあえず2台買ったんだよね、うん、2台ね、リビングと寝室用で、うん、でそれを設置して、でペットシッターさんに頼んで、まあ、帰省したんだけれども、でそのペットシッターさんの値段っていうのが30分2500円、うんうん、あと1時間もあったね、料金は覚えてないけど、うん、で私たちはとりあえず1匹だから30分、まあその時は1匹だったよね。そうそう、その時はね、そうそう、この子いなかったからね。そうだね、無事いなかったからね。すっげーカメラの紐で遊び始めちゃった。でペットシッターさんに頼んで、でその時はお盆のシーズン真っ只中だったから、その30分2500円にシーズン中のその料金がプラス500円で加わって3000円、うん、だから3000、うちら何泊頼んだんだっけ、 2回頼んだんだっけ、3回じゃない、2泊3日あ、そうだ、最終日遅く帰ってくるから3回頼んだんだ、うん、で3回頼んだから9000円、ね、ティミちゃんのご飯、おトイレ、あと遊ぶこと、うん、であとちょっとした郵便物とかね、ほら私たちがね、留守だっていうことわからないように、そうやってポストの中に入ってる郵便物だったりを取ってくれたり、あとは窓の開け閉めもしてくれるみたいなこと言ってたね。あの郵便物とかそういうのをやってくれるんだと思って、ね、あ、そうそうそう、思った、なんか本当に動物のねお世話だけしかしてくれないのかなって思ったら、ちょっとしたそういうこともしてくれるからね、やっぱり気持ちよく頼めるね、こっちも安心してね、あれだしね、任せられるしね、うん、で帰省中ペットシッターさんが家に入ってくれて、でなんていうの、そのほら業者さんによっても違うけどさ、うん、私たちが頼んだところはその家に入った瞬間に LINE で連絡をくれて、うん、で退出する時も連絡くれたよね、くれたね、くれた、でその後で写真と動画とあと文章で今日のティミのことだったり、そういったね、なんか変わりなかったこと、うんち、おしっこどうだったか、ちゃんと遊んだかっていうのもね、やっぱりしっかり連絡くれたからすっごい安心したね。あのさ、 LINE で遊んでるムービー送ってくれたよね。送った、送ってくれた、いっぱい送ってくれた、写真も動画も、すっごい安心。でも頼んだのはなんか、なんだろう、全国チェーンじゃないけど、そういうあちこちに支店があるような、そう、結構大手のところだった。あの個人でやってるとことかもネットで見たらあったけど、うん、まあそれでもいいけど、なんかちょっと初めてだったしよくわかんないから、そう、ね、大手のところと思ってね、うん、大手に頼んだけどね、すごくいいシッターさんだったね、うん、すごくよかったね。で、私ね、こいつね、そうなんだよ、ね、うちら2人してさ、結局ティミコはあのシャイだからね、シッターさん大丈夫かななんて思ってたら、
あのツンデレのツン、ね、デレデレがシッターさんにすごくてね、ゴロンゴロン、いやびっくりしたよ、甘えてたよね、すごいよね、喉をゴロゴロ鳴らしてご飯ご飯遊んで遊んでみたいな、あれうちらじゃなくてもいいのみたいなね、ダメでしょ、赤の他人にあんな顔見せたらびっくりしちゃった。でシッターさんがさ言ってたね、うん、あの先に初回の顔合わせで打ち合わせして来てくれた時にさ、うん、ティミがツンツンしてるからあんまり寄ってきてくれないんじゃないのかなと思ったけど、そんなこともなく始終ずっと甘えてくれて可愛いですねみたいなすごいツンデレこのバカがと思ってるねまあいいよね、それだけね、あの安心して任せられるシッターさんだったからね、ねえティちゃんね、よかったね、美人だしね、優しいしね、ねえティミ気づいてた。2泊3日それで留守番したんだよね。そう、2泊1人でね、1日30分だけペットシッターさんが来て、うん、そう身の回りのこしてくれて、うん、お世話してくれて、それで全然大丈夫だった、ね、全然大丈夫だったね、心配だったけどね、うちらはね、あ初めてだったから、そうもうなんか全然旅行とか行けるね。そうだね、猫がいるから出かけちゃいけないとかもそういうのはまあいた方がいいに違いないけど、うん、そういうのはそういうのでね。そうだね、猫がいるからどこも行けないって思っちゃいけないよね。そうだね、行けるね、それが分かったのが良かった、うん、そうね、シッターさんがねいない時の見守りカメラ、うん、見守りカメラ映りどうだったっけ、カラーだったっけ、映りね基本カラーで、あで夜間が夜、そう暗かったんだ、夜間はほら普通だと真っ黒になって何も見えないけど赤外線モードみたいになってちゃんと暗くても白黒で、そうだそうだ、映るようになってて、まあ総じて映りは問題なかったの、もちろんあの携帯のムービーとかで撮るのに比べたら段違いで悪いけども、その今の状態を知るっていう意味ではあのちゃんと映ってたし、うん、何よりもすごいのは、うん、動かせたじゃんカメラ、あ動かせた携帯でね、うん、上下左右に、うん、で結構な角度をフォローしてたから、うん、猫を追いかけてこう首回すことができたよね。そうだね、ご飯食べてるところとか水飲んでるところ見たもんね、うん、あと話せるの、そう話しかけられるのね、うん、あれすごいよかった、ね、すごかった。ティちゃんティミよかったね、ね探してたもんね、ティミって呼ぶとね、うん、どっから声すんだみたいな、最初探してたけどね、うん、もうね後々はねもうどうせいないしみたいなね、うん、ね値段いくらだったっけ、一段あれね、忘れちゃったけどね、もう4000円、5000円ぐらいだった、いや、そんなしない、3000円ぐらいだったとか、3000何百円とか、ほんとあれすごいよかった、よかった、うん、なんか3000円、4000円ぐらいのってあんまり良くないのかなって勝手に思ってたけど、全然3000円であれでよかった、うん、ね安心や、こっちの YouTube の方でもあの買ったばっかりの試した時のやつ落としたもんね、あ全然覚えてない、そうだっけ、うん、あ、分かった、あ、思い出したお試しで、そう、あれねその時からもう、あ、これ大丈夫そうだって思ってたもん、ね、確かに、そう、なんかさ、Wi-Fi に繋がってる時はやっぱりさ、ほら、回線がいいからさ、ちゃんとこう瞬時に動いたり動画が綺麗に上がるけど、 4G はやっぱりちょっと遅かったりしたじゃない、うん、あと映りもちょっと荒かったりさ、まあでもそれでも許容範囲内だよね、うん、Wi-Fi だったら本当にもっとサクサクで綺麗だけど 4G でも全然何の問題もなかった、あ、そうあの 4G だとあのちゃんと何受信してこのムービーがリアルタイムで映るように、うん、わざと画質を落として、あ、そうなんだ、ソフトの設定になってたのよ、だからまあでも全然いいよね、うん、結構な時間見てたもんね、うん、キミさんね、まあでもずっと寝てたんだけどね、ベッドの上で、
ずっと寝てたね。ずっと寝てたね。スッターさんが来てムクッと起きて遊んでもらって、でスッターさん帰ったら寝る。もう1日30分しか動いてないよね、きっと。わかんないけど、ずっとカメラで見てたわけじゃないけど、もうずっと寝てたね、うちらが見てる範囲内ではね。そう、場所を変えて寝てるんだよね。寝てた、こっちで寝て、あれいないと思ったらそっちで寝て、そうそうそう、あっちで寝て、そう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 。まあ、普段ね見れない猫の姿も見れるからね、普通の外出のね、ちょっとした外出の時でもねつけとけば安心なんだろうけど、まあとりあえず開泊して大丈夫だったと思って、そうだね、いて、うん、じゃあ本当にね、そういうことで良い経験になりましたね。これからも活用していきましょう。必要があるときは開発しますと、はい、猫を置いて、うん、留守番して、そうだね、じゃあ、はい、頑張るよって猫、今度は一匹じゃないからね。そうだ、今は仲間のグーちゃんがいるから、そうだよ、今は面倒見なきゃいけない妹子分がいるからね、ずっと寝てる暇はないと、はい、本当に、そう、追っかけ回されるから疲れたね今日も。じゃあね。